はい、では始めていきましょう。でね、いきなりなんですけど、ちょっとね、一つ残念なことがありましてね、ファイナルファンタジー8、自分ね、タイトル間違ってまして、この動画をね撮っている頃は確かパート、どのくらいだったかな、パート4ぐらいまでは上げてたかな、アップしてたと思うんですけど、ファイナルファンタジーというタイトル、ファイナルファンタジー8というタイトル、ちょっとうろうろしながら喋りますね。ファイナルファンタジーって書いちゃってたんですね。ずっと気づかないでそれを上げててね。でね、気づかなかった理由はね、まずタイトル、シャープ1第1回目、それのタイトルですでに間違ってたんですよ。シャープ1ファイナルファンタジーファンタジー8で、それをね、そのパート2パート3 3って、入力するのめんどくさいですから、それをコピーしてて、シャープのところ1のそのナンバリングだけを変えてっていう風にやってたので、ずっとファンタジーというミスを気づかないでいてたんですよ。で、この間ね、それを仲良くさせてもらってる同じファイナルファンタジーが大好きなね方、8が大好きな方からコメントをねもらって、それでようやく気づいて、恥ずかしいやら残念だな俺。なんだろうね、自分にがっかりした、ずっと気づかなかった自分にがっかりしましたね。ああ、もう電車乗ろうか、ティンバ行こうか。第1話で気づいていたら、ミスしていなければずっとファンタジーで来なかったんだよっていうことでしたね。毎回ファンタジーファンタジー、炭酸飲料じゃないんだから、ファンタジー、ファイナルファンタジーファンタジー、何味だ、セルフィーはレモンっぽいな、いや、ファンタオレンジっぽいな。ゼルは何だろう、グレープ、スコールなんだろうな、レモンスカッシュ、適当に言ってるけど、まあ、ティンバ行きましょう。とりあえずティンバーに、で、袋だっけね。まあ、そっか、セルフィーは列車次なんだっけ。大陸横断鉄道だよな、ティンバー行くのだって、海底トンネルで海を越えちまう、すげえだろ、そうだな。興味ないのね。そういや、スコールチケット使わないと中に入れないぜ。
さあ、中に入れるぞ。確認完了、ロック解除。前の方も見てこようと。塀を先、俺たちも早く行こうぜ、スコール。おい、ここがシード様の専用キャビンだぜ。うひゃー、すげえ。すげえのか。私乗り物好きなんだ。乗り物好きか。なんだっけ、なんて言うんだっけ。なんちゃらガール。まずわかんねえ。子供ガゼル、喜んでもらえて何よりだ。雑誌まで置いてあるんだ。ペット通信1号。よいしょ。出て出て。すっげえよな、この客室。シードになってよかったぜ。ナースコール、ティンパのこと知ってるか。よし、こっちだね。森知らないだろ。じゃあちょっと聞いてくれ。ティンバーは森林に囲まれた国だった。ところが18年前ガルバディアが攻め込んできたんだな。うん。そしてあっさり占領されちまった。それからガルバディア領ティンバーってわけだ。でかいの小さいのを合わせてたくさんのレジスタンス組織があるって話だぜ。それで、いや、そんだけ。ありがとう、物知りずる。おお、任せてくれって。気づいてないの。皮肉で言われた。なんか変なの。何。疲れているなら少し休むといい。すっごく眠いの。おい、大丈夫か。あれ？なんだ？あ、なんか俺も変だ。ね、眠い。おい、どうした？あ、スコールまで。なんだこれは？みんな寝ちゃった。ついてる。これあれなんだよね。これセルフィーのセリフなんだよね。あっち系の話なんだよね。これで攻略本に書いてあった。あれなんだっけ、アルケマニアでしたっけ。攻略本に書いてあったのを今思い出した。女の人、セルフィー女の子ここですからね。これ男のこのドレスがだいぶなほど記録されたりなったかな。だよね、確かね。攻略本に書いてあったんだからね。動いて、必殺技使ってみたいな。使うか、楽だ。
銃を持った進撃の巨人に出てくる人間側みたいな例えがいいのかもな。多いな。マジだからいいか、これは省きましょう。逃げる。なんでもあんまり逃げてもあれなんですよね。うん。どうだこれ。あんまり逃げてもシードランクが上がんないんですよね。なあ、俺たち戦争に来たんだよな。ティンバー軍の屈強な戦士たちを相手に、それがなんでこの動物たち相手にちまちまやってなきゃならない。それはあれだ、ほら、あのね、また道間違えた。とにかくガンダデリングシティへゴー。おい、ちょっと待って、デリングシティか。あったね。カルバディアの、あの、首都でしたね。これもさっき戦ったからいいよね。多分カットしてないと思うから。すみませんね、ちょっと今日声が出ない。ちょっと声出しすぎたのかな。あ、テリングしていけんの。止め方おい、こんな真ん中に止めるかよ。気にしない、気にしない、ひでえ。うん、目当ては酒だけじゃないだろう。いい加減攻撃に移れよ。酔っ払ってその勢いで突入するってのはどうだ。キロス君、ウォード君、君たちは何か勘違いしているようだ。僕は君たちと一緒にお酒、一緒に楽しくお酒を飲みたいだけなのだよ。渋滞するんですよね、これね。ここに置いてるから。道合ってないかな。いけないじゃん。こっちが行った、こっちが行った、こっちじゃない。こっちだっけか、こっちだっけか。こっちだね、ここだね。違う、こっちだね。いたいた、いらっしゃいませ。いつもの特等席どうぞ。なんだこれは、なんだ、どうかしたのか。なんと、わかんねえ。はい、座るか。あ、セリフが違ったじゃん。
ラグナかっこいい。なんだよこれ、俺どうなってるんだよ。うん、着席。うん、パート行くだろ、パート。ご注文は？いつもの。私もどんどん頼むぜ。さてラグナ君、憧れのジュリアの登場だな。今夜こそ行ってみようか。ほら行けよ。何言ってんだよ、ジュリアは仕事中だぜ。君は期待を裏切れない男だ。さあステージへ行き、アピールしてくるのだ。バカバカしい。うん、などと言いつつ立ち上がるラグナ君であった。うん、行こうか。うん、うん、ああジュリアがこんなに近くに。本当にやるか。うん、まずい。足がつみそうだ。ああ、なあ、つった。うん、情けない。いいね、ピアノのこの曲はいいね。うん、踊るか。よくやったラグナ君、よくやったラグナ君。作戦成功だ。まあ座れよ。本当にやるとは思わなかったぜ。俺たちさて1だ、プラス1だ。しかし情けない姿をジュリアに見せた。男気マイナス3ってところか。何度でも言えよ。はあ、ジュリア綺麗だよな。あ、お、ラグナ君、私たちはこれで失礼する。なんだよ、もう少しいいだろ。ここは僕たちの檻だ。ゆっくりしていきたまえ、ラグナ君。気づいてない。座っていい？あ、まだ釣ってんのか。邪魔しちゃったかな。全然。とうとうぞー。まあ言ったってジュリアだぜ、本物だぜ。どうするよ、キロス、もっと助けてくれよ。何話したらいいんだよ。でも綺麗だ、いい匂い。こいつ何も考えてないのか。うん、落ち着いた。なんとか。足大丈夫？あ、足？あ、これいつものことだから大丈夫。なんか知らないけど緊張すると足つっちゃうんだ。緊張したの？そりゃもう今だってさ。リラックスしてよ。私のせいで人が緊張するのって困っちゃうな。うん、あ、ごめん。あのね、提案なんだけど、私の部屋で話さない？ここに部屋を借りてるの。部屋に？何考えてる？だってここ話しにくい雰囲気でしょ。みんな聞き耳立ててる。聞き耳どころじゃないけど。もしよければ来てほしいの。お話ししたいと思ってたんだ。いや、うん、そんなバカな。じゃあ先に行って待ってる。部屋はフロントで聞いてね。うん、俺夢見てるのか。そうだ、うわ、これは夢だ。そう思うのが一番楽だ。いや、これは夢じゃない。夢にしはなんか変だ。
ジュリアが俺と話したいだと、こいつの中頭の中うるさいな。うん、しかも二人っきりだったよ。どうするどうする、ラグナさんよ、勝手にしてくれ。俺はいつも自分のことばかり喋って失敗するんだ。ずっとそうだった。よし、今日はジュリアの話をじっくり聞くぞ。大人のミリキ、ミリキってやつでジュリアの悩みに答えてやるか。ミリキ、魅力、何ミリキ。うん、一般兵のくせにジュリアとジュリアとジュリアと意地悪してやる、意地悪してやる。遠くの戦場へ、世界の果ての戦場へ。これが後々影響あるんだよね。うん、まあ、行こうか。うん、ここのシーン好きなんだよな。どこってね、こういうラフなとこあるからね。なんかわかるんだよね。どこに限らないけどさ、うん、緊張したらなんか舞い上がっちゃうとこね。来てくれてありがとう。いや、こっちこそ呼んでもらってどうもどうも。座って。うん、ベッドじゃないよ、座るとこは。全然お話ししてないわ。いや、そういうわけじゃないんだ。俺あんたのファンだから、やっぱりなんちゅうか緊張しちゃって。何度もピアノを聴きに来てくれたもんね。うん、あんた俺のこと見てたのか。いつもニコニコしながら私のこと見てたでしょ。あのメスキーを今怯えた目をしているけど、うん、取って食べたりしないから安心して、その目を見ながらお話ししたいの。ねえ、何か飲みましょう。酒でいいかな。夢みたいだぜ。うん、でよ、戦場は好きじゃないけど、あっちこっち行っていろんなものを見て回れるだろ。それにキロスとウォードがいつも一緒だから楽しいんだ。あいつらいいやつだから、今度一緒に飲む飲む。それで何だったっけ。俺兵隊辞めたらジャーナリストになりたいんだよ。その時にあちこちで見たり聞いたりしたことをみんなに知らせるんだ。うん、そうだろう、もう馴染んでる。馴染んでるというか、うん、あ、俺この間雑誌の読者のページに文章が載ったんだ。嬉しかったんだ。嬉しかったよ。うん、よかったわね。おう、それでな。やば、俺なんか俺ばっかり喋ってる。うん、うん、うん。なあ、あんたも話せよ。例えば夢とかあるんだろ。私は歌いたいの。ピアノだけじゃなくて歌いたい。あ、聞きたいな、それ。ダメなの、歌詞作れなくて。そうか、大変なんだろうな。でももう大丈夫。あなたのおかげで詩ができそう。俺の影。そう、あなたが見せてくれたたくさんの顔。傷ついたり悩んだり辛いことを包んでくれそう、包んでくれるような、そういう微笑み、顔、目。うん、あなたが私にヒントをくれたの。きっといい歌ができると思うわ。すげえ、夢みたいだ。うん、
夢じゃないでしょ。ラグナ、新しい命令だ。大統領官邸前集合、急げ。また会える。もちろん、また聞きに来なくちゃ。次の停車駅はティンバー、ティンバーです。いやー、このシーンすっごい好きなんだよな。後にいろいろね、後の方でいろいろこうね、いろんな意味で後の方にね、いろいろねあるからさ、複雑に絡んでくるからさ、すっごい好きなんだよな。まあ、ファイロックも悪くもファイナルファンタジーっぽくはないのかもしれないけど、自分はこのゲームこういうところ、こういう世界、大人の世界観というかね、これ自分はこっからものめり込んでいった気がする。ああ、そうか、夢の話をするんだ。バカになる、バカな男になる夢。でもラグナ様かっこよかったな。俺の夢にもラグナって出てきたぜ。カルバニアの兵士だろ。ラグナとキロスとウォード。え？それだ。どういうことだ。きっと考えてもわかんないよ。それより初任務、張り切っていこう。確かに。この件は保留にしよう。ガーデンに帰ってから学園長に報告する。そういや、そろそろ出発、到着するんだっけ。さてと、元気出していこうぜ。私も。でもね、ラグナね、ラグナさ、一生懸命喋って舞い上がってたけど、なんだろう、男女関係ないけどさ、すいません、ラフに喋ってるけど、男女関係ないけどな、なんか話してて楽しい人、自分がテンション上がってしまう人ってやっぱいますよね。その人とやり取りをしてるとすごく、なんかまあラグナみたいな感じじゃないけど、なんか浮き足立ってしまってる自分がいたりね、するんですよね。自分もそんな、そういう人がたくさんいるわけじゃないけど、お袋でね、何人かね、何人かそういう人がありますね。で、せっかく人と話すんだったら、そういう風に楽しく話したいなと思いますよ。気を使ってね、これを言ったから何か言われるんじゃないかみたいな、そういうリスクもあるんじゃあるんだけどね。人によったらでもそれを上回る感じの気持ちでね、話したい、いろんな話をしたい、やり取りしたいっていう人がね、ますよね。よくもな、この人たちの依頼を受けたんですよね。俺が森のフクロウのリーダーってわけだ。俺たちは何をすればいい？
セルよく握手無視されるよな。まあセルなんて俺たちもメンバー紹介だ。ワッツにはもうあったんだよな。うん、それじゃああとはうちの姫様か。姫様お昼寝タイムス。しょうがねえな。うん、悪いんだけどスコールさ、うちの姫様呼びに行ってくれ。そこの階段を上がって一番奥にある部屋だ。途中の部屋には他のメンバーもいる。もしわからない場合は彼らに聞いてみるといいの。うん、俺たちは雑用のために雇われたのか。うん、怒ったんですか。俺たちは使いっ走りじゃない、シード特殊部隊だ。こんな指示はこれで最後にしてくれ。いてててててて、みんなバラバラ。腹は痛くなる。セールフィーは乗り物見てる。セールは握手無視され、シャドウボクシングしてる。あか、あか、カード次ある。次にやるよ。うん。何の話したっけ。うん。そうね、その舞い上がってしまう感じね。うん、よいしょ、ね、いっぱいいますよ自分も。異性同性関係なくね。だな、配信、生配信しているサイトでこの人と喋ったら自分は舞い上がるなって人は2人ぐらいいるな。うん、それはうん、同じ同性男の男性なんですけど、うん、男の人でね、2人ぐらい。憧れとまた違うんだけどね、なんかテンション上がりそうな人2人ぐらいいるかな。うん、とは YouTube はそうですね、仲良くしてくれてる人かな。でも楽しいですからね、本当に。うん、FF8 をリクエストしてくれた方とかね。うん、うん、時間空いた時に多分見てくれてると思うんで。うん、うん、舞い上がるとはまたちょっと違うのかも。でもそうだな、盛り上がって、なんかすごく盛り上がった話題になった時は確かに、そうだな、ラグナっぽいのかな、わかんないけど、なんかで多分似たようなものが出てるかもしれないですね、やり取りの中でわかんないけど。うん、まあ、うん、さあ、じゃあそんなところで今日はここまでといたしましょう。ではご視聴ありがとうございました。